こんにちは、エバトタケシです。今回は、不快なことに耐える努力をする人と、嫌なことをしないで機嫌よく生きるための努力をする人がいるというテーマでお話ししていきたいと思います。自分がやりたいと思ったことを自分にやらせてあげることで心が満たされます。自分がやりたいと思ったことが、 自分の資質に合っていれば、それを楽しむことができます。逆に、自分の資質に合っていないことをすると、苦痛を感じます。例えば、野球をやりたいと思った少年は、野球をやることで心が満たされます。そして、野球が自分の資質に合っていて、それを楽しむことができれば、厳しい練習をあまり苦痛に感じることはありません。逆に、 これは自分には合わないわと思った人は野球の練習をすることが苦痛になります。野球を好きになった人はもっと野球をしたい、もっと上手くなりたいと練習量を増やします。誰に頼まれたわけでもなく自発的に野球をすることにのめり込みます。学校に行く前に練習をしよう。学校が終わったら練習をしよう。ご飯を食べ終わったら練習をしようと夢中になります。 そのような好きなことに夢中になっている姿を周りからは努力していると見られることがあります。しかし本人からしたら努力をしているつもりはありません。ただ好きなことをやっているだけです。好きなことは嫌いなことより長く続けることができます。一つのことをやり続ければ必ず上達します。好きなことに夢中になれば その分野で成功する可能性が高くなります。世間で成功者と言われる人は自分の好きなことをやり続けた人です。人より好きなことを多くやった。人より好きなことを長くやり続けたから、みんなと違う結果を得ることができただけです。そのような人を見て成功するには努力が必要なんだと思う人がいます。人より多くやれば成功できる。 人より長くやり続ければ成功できると辛いことを自分に強要する人がいます。努力すれば成功できるんだと本来自分が嫌いなことを我慢してやり続けてしまう人がいます。好きではないことをすることに多くの時間を費やすことで好きなことをする時間が失われます。好きではないことをやり続けることでどんどん不満が溜まっていきます。本当はやりたくない。 という思いを抑え込むことにエネルギーを使い続けることでどんどん心が消耗していきます嫌いなことには集中できないのであまり上達することはありませんするとまだまだ努力が足りないからだとますます自分が嫌がっていることを自分に強要するようになりますそれでも成果が出ないとそんな自分をダメだと責めるようになります自分を低く評価して 自分を嫌な気持ちにさせるということが続くことで、どんどん精神状態が悪くなっていきます。もっと上手くなりたい、もっと上達したいと思っている人は、辛いことでも我慢してやることができます。これができるようになったら、すごく嬉しいだろうなというワクワク感があるから、苦しいことにも耐えることができます。自分の成長が楽しみだから、 努力すすることができますそのような人にとって努力することは目的を達成するための手段でしかありません。これを達成したいこういう自分になりたいと努力するのは素晴らしいことです。しかし努力するのはいいことだという価値観が一人歩きを始めることで問題が発生します。努力するのはいいことだという価値観を盲信することで 努力をしていないと何か悪いことをしているような気持ちになります。すると、努力をしていないとダメだと思われるかもしれない。努力をしていないと楽をしていると思われるかもしれない。努力をしていないと怒られるかもしれないと脅迫的になり、とりあえず何でもいいから頑張っているふりをするようになります。努力をしていないとダメな人間だと思われるかもしれないと不安になることで、 努力をしているふりをやめることができなくなります。自分が嫌なことをしていても、それをやめることができなくなります。<laughs> 努力をしなければいけないという思いにとらわれることで、嫌なことをやり続けて、自分を苦しめてしまうことがあります。自分の中にやりたくないという気持ちが湧き上がると、弱音を吐いてはいけないと抑え込むようになります。嫌がる気持ちを、 抑圧し続けることで、不快を感じるセンサーがどんどん麻痺していきます。嫌だという気持ちに鈍感になることで、嫌がっていることを意識できなくなります。努力をしなければいけないと嫌なことをやり続けていると心が消耗していき、最終的にはうつになってしまうことがあります。努力をすることと不快感に耐えることを混同してはいけません。嫌なことに耐えられないというのは、 自分を守るための大切な機能です。だから辛いことでも我慢しなければいけない搭載込んで自分の感覚を麻痺させてはいけません。大切なのは自発的に努力できるようなものを探すことです。自分の好きなことをやってもっと上手くなりたい、もっと上達したいと努力するようになるのが自然な流れです。努力をすることを目的にしてはいけません。 努力することがないのなら、努力する必要はありません。そして、努力していない自分をダメだと思う必要もありません。好きなことに夢中になって、気がついたら努力していたということがあってもいいし、努力していないけど、毎日機嫌よく生きていますというのがあってもいいと思います。私は努力をしていないけど、毎日機嫌よく生きています。しかし、たまに、 努力信仰がすり込まれている人から逃げるための努力をすることはあります。もっと努力をしなさい。努力をしないあなたはダメですよ。と押し付けてくる人から逃げるのは大好きなので、逃げる努力をすることに苦痛を感じることはありません。子供が鬼ごっこや隠れんぼをして遊んでいる時のように、私も夢中になって逃げることを楽しんでいます。ということで、 努力しないと認められないと脅迫的になり、嫌なことを自分にやらせて自分を苦しめないように気をつけてほしいと思います。今回も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日を送っていきましょう。エバトタケシでした。